あのおじさん金になるまではお金なんて払わなくても売れたのに、あなたはおじさんに気づかれずにレールカーに乗り込むのだ。でも見た一人じゃ絶対気づかれちゃうのだ。誰かおじさん目を隠してくれないかしら。おお、気づかれずにってことで目を隠す。異常なあし、あの拾ったヘンテコな石が50ルピーか。まあ悪くない取引だった。作業場に向かいたいならそこのレールが50ルと心の剣に伝える。ここら、何の話でしょう。ああ、あの辺とか一緒ですね。正直あんなもの買い取ってどう進めたと疑問でしたが、それはよかった。お役に立ったようで何よりですよ。もう高いお湯つけるんだった。まあ私は稼げたからよしとするか。レールカーで猪木社長の自信作、力村と作業場を結ぶ空飛ぶ車ってとこですかね。不思議なもんで作業場にだけ空からいろいろ落っこってくるんで、その落っこってきたものを試行錯誤して猪木社長がいろいろ作ってるんです。操作もレールカーを直接叩くだけなんで誰でも扱いすぐれものなんですよ。へえ、猪木さんも作業場に戻ったし、攻撃がやりなく利用料取れるってもんだぜ。クソ野郎やな。目隠し、これでできるってこと？これはさすがに持っていけへん。すいません、じゃあ工務店の方で使用中の部品になっておりますので、処分する予定の備品が隣の倉庫にありますので、そちらならご自由になさって構いません。あ、何かが中で突っかえているようで、外からでは扉が開けられなくなってしまってて、隣の倉庫、ここか。おお、どうか下から行くんですかい。あったね、発見。横穴、これ一応洞窟扱いか。あれやな、またキルトンちゃうわ、弟にまた迷い渡しに行かなあかんな。オッケー。全部で何体あるんやっけな。もう結構集まってるな。70、もう結構来たんちゃうか。オッケー、倉庫。お、えのきださんがめちゃくちゃおるじゃん。オッケー、あら、ありがとうございます。扉開けられなくて困っていたんです。備品がつっかえてしまってたんですね。助かりました。全部工務店の裏手に移動しておきますね。まだ扉が開かなくなってしまうと困るので。了解、あざます。ふう、これでよしと。少し傷んできたので処分する予定でしたので、よかったらご自由にお持ちください。ってことで、さあ、榎田さんの看板たくさん使おうじゃないか。3つぐらいあったらええかな、おそらく。じゃあ残り1個、これハイリアン盾につけれるんかな。あすげえ、ハイリアンの盾が榎田さんになった。これいいな。さあこれで目隠ししてやろうじゃないか。いい、そんな怖がらんと大丈夫だぞ。え、もしかしてえのきての看板怖い？お父さん怖い？あの、じゃあ乗ってパンパンの作業場行きたいのにお金を払わないといけないなんて、まだ気づかれずに飲み込むのだ。よっしゃ、こうしとけば目は隠れただろう。いけるぞ、今だ、いける。え、お兄さんあれを、ちょっと心配だけどお兄さんこの人で突っ走っちゃう。いけいけいけるぞ。これは大丈夫、やったのだ、うまくいったのだ、ようやく会いに行けるのだ。それじゃあ行ってくるのだ。パーパー待っててなのだ。お兄さんもありがとうなのだ。すごいな、ジェットコースター
さあ、ワイも乗りたいんやけど、異常なし。あれ、出るから近くにありませんね。少々待ちを。ちゃんと呼んでくれるやな。ありがとう。お待たせしました。オッケー。さあ、これで移動するけど。声出していこうじゃないか。よし、エナキドゴー、いけい。重い？落ちる？落ちる！くっそ、くっそ、もういいわ。オッケー。あ、こいつか、お兄ちゃんの方。よ。サニーだ。いや、ちゃうかって言うんだけどするな。あれ、スケットにはこのとこって本部にお願いしたつもりだけど、まあいいぐろ。先の手は多い方がいいぐろ。俺はサニーだって名前ぐろ。エナケド本部店からここの作業部の片付けを頼めてる順組作業員のリーダーごろ。ここにはここはゾナ遺跡の宝庫だって注目されているだけあって、今でまだまだ落ちてくるごろ。休んで暇ないごろ。なるほど。わあ、いろいろあるなあ、ここ。すっごい場所やね。うん。あ、お兄さんも来たのだ。パーパがうんうんなって変なのだ。お、お前か。ずっと考えていたんだ。ウィットのために俺にできることを。その答えがこれだ。ギルドの町まではここからかなり遠いし、地上には魔物も少なくない。だからウィッタ専用の特別な気球を作ってやろう、作ろうと思ってるんだ。だが何をすれば特別になるのか。特別じゃなくてもパーパの気球、お日様みたいでウィッタ好きだよ。お日様、そうだ、お日様のように黄色くカラーリングしよう。前にこの辺りで見かけた日だまり草を染料に使えばいい色合いが出しそうだが、この大きさ10個必要だな。パーパ、人前そうがいいの？あの、マッキー木のお花でしょ？ウィットもお手伝いするのだ。気持ちは嬉しいが、さすがに厳しいだろう。人前そうは珍しいもので、まあ、どこで手に入るかも分かってないんだ。大丈夫、人前そう見たことあるもん。おそらく落ちてきた遺跡にくっついていたの、くっついてたのだ。そらか。人前そう10個もあれば鮮やかな黄色に染め上げることができるんだが、問題どうやって集めるか。持ってますよ。のだ、すごいのだ。ちゃんと10個揃ってるのだ。なんと集めてきてくれたのか。それだけあれば地球、気球をお日様色に染めれるぞ。ごめんなのだ、ウィッター。何にもお手伝いできなかったのだ。気持ちだけでええぞ、ウィッター。いやいや、そんなことはないぞ、ウィッタ。これからパーパー、この気球をお日様にするんだ。手伝ってくれるか？うん、ウィッタもお日様作るのだ。いいな、この親子。今日ウィッタ結構大きいな。6歳ぐらい、5歳、6歳ぐらいってことは、ブレワイから5、6年経ったってことになるのかな。ダダッと決めてダダッと作る。だだだ、誰でも一度はエノキタ工務店。いいね、親子での DIY。 お、可愛らしいやん。よし、完成だ。すっかり朝になってしまったな。あ、この寝顔が見れるのももう少しなんだな。エノキタパウダか、どうしたんだ、そんなに慌てて。まさか、ええ、迎えが来たわ。村の入り口で待ってるって。そうか、よし。じゃあみんなで行こうか。行った専用お日様気球に乗って、お前も一緒に来てくれるか。行くよ。ああ、いい感じやな。すごいのだ、行った鳥さんになっているのだ。あまり騒いでダメよ、ウィッター。落ちたら危ないわ。うわー、失敗したな。もっといい服装にしとけばよかった。みんな見てみろ、ダサい。
絶妙にダサい。景色綺麗。お日様だ。お日様もう起きてきたのだ。太陽はビットの風では祝福してくれているのね。ゲイドの町にいても、エチカラ村にいても、私たちが見ている太陽は同じよ。大事なのは心の距離。まあまあ、いつでもあなたのそばにいるからね。さあ、そろそろ着陸だ。しっかり捕まっているんだぞ。いい、この景色いい。最高すぎるじゃないか。パパからのプレゼント、すっごく嬉しかったのだ。ビッタ、寂しくなったら、一度戻。いや、なんでもない。パパもビッタみたいに強くならないとな。俺たちの可愛いビッタだ、ビッタ。さあ、行っておいで。分かってるよ、時間だな。パパとママのお世話は私に任せて安心していってらっしゃいね。素敵な場合になってまたいろいろお話聞かせてもらえるのを楽しみに待ってますからね。いつかゲードの町に遊びに行くね。そしたらまた遊ぼうね。みんなありがとう。いや、サークサークなのだ。ビッタはママみたいに素敵な場合になってパパみたいなかっこいいボーイを探すのだ。みんな、サボークなのだ。かわいいな。一から村のこのシーンでかこうイベント、ええー、な、やっぱり。ブレイワイといい。パウダよ。俺は笑顔を保てていただろうか。ええー、頑張ったわね。あの子が涙を見せないのに、私たちが泣くわけにはいかないものね。さあ、私たちにとっても新しい生活のスタートなんだから、うん、気を取り直してね、うん、ああそうだな。よし、うん、ああすまんな。お前には世話になったな。ありがとう。あの日だまりそばは貴重なもんだったろ。感謝の気持ちだ。受け取ってくれ。いや別に構わへんよ。もう見させてもらったんで、うん、私からも。夫婦でいいんですか、うん、お前には助けられてばっかりだな。もしギルドの町を訪ねることがあれば言ったのこと気にかけてやってくれ。了解。何言ってんのよ。ギルドの町は防衛禁制よ。忘れたの。いや大丈夫や。俺はいつでも入れるぜ。あ、そうだったな。うっかりしていたよ。さあ仕事に戻ればよ。あなた待たしているお客様がいるんでしょ。パウダは行かへんねんな。さあ、ウィッタの独り立ち。さあ、このイベントですから、ボコリブリンは、ボコブリンはですね、べちゃっと詰めた大きな鼻が特徴で、そして耳がブワーっとしてまして、角もこう、にょーんとですね、さすがにそれだけじゃわからないな。どうしたの？うん。あ、お前か。言ったのことを改めて礼を寄せてくれ。おかげで俺もここの整理できた。パウダーマイホームの仕事に戻ったようだし、俺はもうこれまで以上に頑張らなくてはな。ああすまない。まだ長話に付き合わせてしまうところだった。この個人は先日この力村の一員となったキルトンさんという方なのだが、魔物の人形を作ってほしいって頼まれてな。申し訳ございません。説明が下手くそで。ボコブリン成功の絵でもあればいいのですが、いかんせん絵心もあんましはしておりませんので、ですのでこのキルトン、心を込めて何度でもご説明させていただきます。そうだな、成功の絵があれば一番だが、写しを見せてみる。これならどうですかい。いい写真があるかい。なんかあるかな。あかん、テリーさんじゃダメ。素晴らしい絵なのですが、これ魔物人形を作るには向いてないようです。ダメかー。あー、僕の成功の絵さえあれば、オッケー、魔物だけの、これも楽しそうやな。ここら辺のイベントもしたいな。
で、こっちはマイホーム。ここでようこそ。一旦寝かしも無事に終えられましたので、ようやく仕事の方も再開できそうです。えのきと工務店の本業はお客様が思い描く理想のお家作りをサポートすること。家具好きのお部屋や調理場といった基本的なものだけではなく、好きな絵を飾ったりお気に入りの馬を飼えるなどニーズに合わせた様々なお部屋を用意しております。そして何より一番の目玉は、これらのお部屋はお客様ご自身の手で組み立てていただけることなのです。お好きな部屋を選んでいただき、ご自由な発想で理想のマイホームをお作りいただける、そんなサービスをご提供しています。マイホーム完成時には記念品もプレゼントさせていただいております。あなたにはウィットのことで家族ともともお世話になりましたから、マイホームにご興味があれば値近くでだという間に。なるほど、まあまだこれは後でしようか、また今度。さあどうしよっかな。ほんまにここら辺ワープゾーン、あそうか、ここで、ちょっと待ってよ、ここであれを使えばいいのだ、ワープマーカーを。便利。じゃああとあそこ行かなあかんな、地上、時の神殿。時の神殿にいいもんがあるってことやから、時の神殿に向かいましょうか。さあお前おるけどもう無視しちゃうんだもんね。さあ時の神殿、お久しぶりでございますと。まだ来とる？さすがに来てへんか。戻れかった。OK。 よいしょ、危ない、危なかった。オッケー、来たぞ。で、あれ宝箱あるやん、これか。何もらえるんや。いにしえの勇者の魂、かつてハイラルを救ったされる勇者の魂、その魂を身に宿すことで霊気をまとい姿形を持つことができる。へえ、そうやったらこれは見苦しいもの。オッケー、これ着てみようか。おお、びっくりした。あー、これあれか、絵にのっとった、昔の初代あれか。はい勇者すごいな、これが勇者やったんや。へえ、よう救えたな。尻尾も生えとんか、これも一応ゾナウ族になるんかな。一応雰囲気的にゾナウ族っぽいな。手もあれやし、ラウルさんっぽいし。お、鐘がちょうど鳴って、だから不気味やけどな。オッケー、じゃあとりあえず結構進んだな、市川村も結構進んだな。どうしようかな、市川村の次ここら辺のイベントもええかな思ったけど、それはもう裏でしようかな。じゃあ最後ここムービー見に行く、いややっぱそれは次回にしようかな。じゃあ今回ここで終わろうかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。